どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。今日もね、新作映画を見てきたので、一本レビューしたいと思いますということで、今日はね、これフランス、ドイツ合作映画、悪なき殺人という作品です。2019年の作品なんだけど、こちらは2019年の第32回東京国際映画祭のコンペティション部門に、動物だけが知っているというタイトルで出品されて、こちらはですね、最優秀女優賞と観客賞を受賞したそうです。当時、見た人たちの間ではなかなか面白かったと、ちょっと話題になったみたいなんですけど、まあそんなこともあってか、2年経って日本でも劇場公開されました。2019年の作品なんですよね。で、今週の俺的映画速報でもお伝えした通り、今週のミニシアター興行収入ランキングに2位にランキングしていましたね。ミステリー作家としてはですね、ミステリー映画なので、ぜひチェックしておきたいということで、今日水曜日の新宿武蔵野館で鑑賞してきました。武蔵野館はね、水曜日サービスデーなんだよね。だからちょっと安いんですよ。そして今日はね、もう一本、グランドシネマサンシャインにナチスバスターズという映画も見てきたんですけども、こちらもね、また、後日レビューしたいと思います。本作は有名な役者さんが出ているわけじゃないし、まあ、全体としてね、地味な映像なんですけども、それだけにシナリオの構成のうまさで見せていく映画となっているんですよ。まあ、かといって言うほどね、そんなに入り組んだり込み入った内容でもないので、皆さんおそらくね、分かりにくいとか混乱するといったことはないと思います。僕もね、そんなにね、根詰めて集中してみたわけじゃないんですけど、内容が分かるな、混乱するってことはなかったですね。ただ映像がね、ちょっと地味すぎるので、ポスターもそうなんだけど、もうちょっとね、ポスターは人目を引くようなデザインが良かったんじゃないかなって思いますね。まあ、とはいえ、ミニシアター系の作品だから、映画好きな観客が多いので、まあ、ミニシアター系だからね、内容重視ですかね。まあ、実際、ミニシアターのね、興行収入ランキングでも2位に入ってますからね、口コミが口コミを呼んだという形なのかな。結構話題にはなってるみたいですね。で、今回はですね、ミステリー映画好きな人たちは特に楽しめる内容かと思います。ヨーロッパ映画なので、芸術性、アート性が高そうなんですけど、まあ、見てみると、実際はそこまででもなくて、ちゃんとエンタメ性がかなり高い一本となっていました。で、この作品ね、ちょっとこうストーリー説明するのがなかなかこう難しい。本作はね、僕のチャンネルはネタバレはしない方針でいきます。で、今回もね、もちろんネタバレはしないんですけど、そうですね、結構ネタバレ気味になっちゃう。気をつけないとネタバレ気味になっちゃうんで、そこら辺は細心の注意でね、持ってストーリー紹介していくわけなんですけど、ね、この物語はね、男女4人の視点で、それぞれの物語がそれぞれの視点で描かれていくんですよ。小説で言えば、連作短編みたいな感じ。フランスの雪山に囲まれた人里離れた町で、吹雪の夜に、エブリーヌという中年の女性が失踪するという事件が、まあ、ニュースで流されるんですよ。エブリーヌという女性が失踪してしまった。それがニュースで流されるわけですね。まずは、この物語、アリスの視点から始まります。このアリスね、まあ、おばちゃんなんだけど、なかなか色気があるというか、ちょっとね、男を狂わせそうな可愛らしい顔立ちなんですけど、このおばちゃんは、ミシェルという夫がありながらもですね、同じ町に住むジョセフという若干コミュ障気味な、農夫と不倫をしているんですよ。まあ、結構ね、ちょっとエッチなこともしているわけなんですね。で、ミシェルって夫がいるんですけど、ミシェルとの関係はさほどよろしくないようで、まあ、いわゆるセックスレスというかね、レスになってるみたいですし、だからね、まあこんな感じで、ジョセフにはこのアリス、かなりガチ恋なんですよね。かなり入れ込んでる。でも、ジョセフとしては、もうお前来んじゃねえって、うるさいから来るんじゃねえって、まあ、結局振られるんですよね。でもジョセフはなんか秘密を抱えてるみたいなんだよね。さあ一体どんな秘密抱えてるんでしょうか。でこのミシェル、夫のミシェルには不倫がねちょっとバレてるみたいなんですよ。である日このミシェルがですね顔中血だらけで家に帰ってくるんですよ。でアリスは彼に聞くんですね。もしかしてジョセフに殴り込みに行って帰り討ちでもあったって。うんまあ、アリスとしてはこれはねジョセフにやられたと、まあ、信じているんだけど、思い込んでいるんだけど、ミシェルはそれに対して答えようとしないわけですよ。でここでね次今度ね先ほどのこのコミュ障な農夫ジョセフに視点がスイッチするんですね。でちょっとまたね時間が巻き戻ります。これね結構時間がね巻き戻ったりするんですよ。だから同じ出来事をまた別の視点で同じように描かれていく、まあ、ちょうどそうだね最近で言うと最後の決闘裁判がそうでしたよね。同じ出来事が時間を巻き戻して最初から3人の視点で描かれていきましたよね。これもちょっとそれに近いかな。ここでねこのジョセフの視点では彼のねとんでもない抱えていた秘密がバッチリ明かされるんですよ。ね、ネタバレになるのでここでは触れませんけど、おいおいおいこいつ大丈夫かってレベルの秘密なんですよ。ちょっとやばいよねこれ、うん、でね次はマリオンというパリでウェイトレスとして働く、まあ、ちょっとね若くて可愛らしい女性に今度視点が切り替わるんですね。このね人里離れた、街の出来事ではなくて今度はいきなりパリに飛ぶんですね。で彼女はね店に客として訪れた中年女性のエブリーヌに一目惚れします。エブリーヌ先ほど名前が出てきましたよね。そう序盤で紹介した失踪した女性ですよ。中年の女性実はね2人はね深い仲になるんですけど、まあいろいろねまあ深い仲にはなるんです。これエブリーヌって旦那もいるのね。で中年女性で、マリオンよりは年がね多分20ぐらい離れて年上なんですよ。まあおばちゃんなんだけど、まあ、結構綺麗なおばちゃんです。でこのまあ最終的にはねまあこう亀裂が2人の間に亀裂が入っちゃう。まあエブリーヌに捨てられた感じ、マリオンは捨てられた感じになっちゃうんですよね。まあ大きなショック受けるんですけど、その後ねマリオンはエブリーヌが失踪したことを警察から聞かされるという、まあ、そういう流れになっていくんですよね。さあエブリーヌは一体どうなってしまったのか。そしてこの4人目最後はアマンディーヌのパートとなります。いつもね必ず登場人物の視点主人公の名前が、サブタイトルとしてそれぞれ出てくるんですけど、この時はねアマンディーヌという名前で出てくるんですよ。でこちらね舞台はもうフランスじゃないんですよね。アフリカ西部の国コートジボワールが舞台になるんですね。で視点の主人公この物語はアマンディーヌという女性で描かれていくのではなくて、アルマンという黒人青年の視点で描かれていくんですよ。アマンディーヌとは実はね彼が、まあ、作り上げた架空の女性で、まあ、でっち上げた女性のキャラクターなんですよね。でなんでそんなことをしてるかっていうと、まあ、いわゆるネットオカマってやつですよね。まあなりすましですよ。このアマンディーヌという女性になりすまして、ある男性からお金を巻き上げようとしているわけですね。でこのアマンディーヌって名前をつけてるけど、これも偽名で、ネットからどっかから持ってきた画像とか動画を使って私がアマンディーヌだよみたいな風にしてその男性に送るんですよ。でそのアマンディーヌにこの惚れさせてね、まあ彼はアルマンは親が病気になったとか、まあ中の人ですよね。アルマンも中の人なんですよ。アマンディーヌを演じてるんですよ。でその男性に向かって親が病気になったとかね、やばい人たちから借金をしていて今すぐ返さないととんでもないことになるからちょっとお金工面してほしいみたいな、援助してほしいみたいなこと言ったら、まあ、男性もねもうなんかこうもうエッチもう頭の中もうエッチしたもう本当にね完全にエッチな頭になっちゃってるんでもうお金出しちゃうわけですよ。でそうやってね多額のお金を巻き上げようとします。まあそういうお話なんですよね。で物語はこの4人の視点で描かれていくんですが、これがね思いもよらないドラマを生み出すことになりますみたいな、そんな内容になっていました。はい、いかがですかね。それではまた詳しくね、レビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画「悪なき殺人」、評価額はズバリ。1300円、終作です。皆さんはバタフライエフェクトって言葉知ってますかね。バタフライエフェクトって映画のタイトルにもなったことがあるわけなんですけども、これね、目の前でもしですよ、皆さんの目の前で蝶々バタフライが羽ばたきをしている。羽ばたきがですね、蝶々の羽ばたきが巡り巡って地球の裏側で嵐を引き起こすという、まあ、一種のカオス理論なんですけども、まあ、日本のことわざに風が吹けば桶屋が儲かるというのがあるけど、まああんな感じかな。フランスにいる人物のちょっとした行動が、まあ、遠く離れたコートジボワールの青年に少なからずの影響を与えているみたいな、そんな感じなんですよ。まあ、逆もしかりね、コートジボワールの青年の行動がフランスにいる人物に大きく影響を与えるみたいな。そしてそれが巡り巡って全く接点のない人間にまでつながったり、その人たちの人生を大きく変えてしまうことになるんですね。さらにそこにいくつかの偶然が重なることによって、それがとんでもない事件に発展してしまうことだってあるわけですよ。まさにこの映画がそうなってるわけ。いわゆるバタフライエフェクトプラスいくつかのね、まあ神がかった偶然が重なることによって、まあ、とんでもないことになっちゃうわけですよ。この映画は彼らの運命がね、実に面白いタイミングでつながっていくんですよね。これはもうね、完全にこの映画シナリオの勝利。もう一つ一つのエピソードもスリリングで面白いんですけど、それが他のキャラクターたちとどのように、他のキャラクターの他の物語の視点とね、どのようにつながっていくかというのが一つの見どころとなっています。僕たち人間って一見何の関係もなさそうな事柄が実はつながっていましたってなるとね、その関係ない2つの事柄がね、つながることにものすごい快感を覚える生き物なんですよね。本作は、まあ、そういったポイントが複数用意してあって、それがまるでパズルピースがね、ピタリピタリとね、次々とはまっていくように物語が展開していくんですよ。で、この複数視点の描き方、4人のねキャラクターの別視点でこう同じ出来事を描いていく描き方も、これはね、羅生門スタイルになるのかな。羅生門スタイルとは、同じ出来事を複数の人間の視点で描いていくスタイルね。先ほど言いましたけど、最近僕がレビューした最後の決闘裁判がそうでしたよね。あれも全く同じ出来事を3人の視点で、描いていくんだけど、一人一人それらはね、人によってね、捉え方が全く違うわけですよ。同じ出来事が起きているのに3人の見え方っていうのが全然違ってましたよね。これもね、ちょっとそういうところがあるんですよね。まあ、ある人にとっては喜ばしいことでも、他の人物にとってはもうとんでもない悲劇だったりするわけですよ。序盤で見せるそれぞれのシーンの食い違いが終盤になって一気に回収されていくんですね。まあ、つまり怒涛の伏線回収劇になるわけですよ。この伏線の回収ってさ、アハ体験に似た快感ありますよね。なんだろう、この脳からドーパミンがやたら噴出されるこの感覚、快感、これたまらないですよね。この映画見てるとね、そういう感覚になるんですよ。今回は一つ一つの部品が実に精巧に作られていて、さらにそれらがもう芸術的、もう絶妙に組み合わさっているんですよね。いや、もはやここまで来ると本当ね、芸術的。いくつかは偶然的要素となっているわけなんですけども、作り手によってそれこそ芸術的かつ精密に設計された登場人物たちの運命がまるでピタゴラスイッチのように連動していく物語、これね、もう何とも癖になりそうな脳内物質分泌をもうこうドーパミンがねドバーッと活性化されるような快感なんですよね。いや、この映画見ているとね、とても気持ちがいいので、これアハ体験ですよ。これはね、皆さん一度体験してみる価値があると思いますよ。アハ体験気持ちいいですよ。そんなわけでミステリーサスペンス映画ではあるんだけど、これやってることはねピタゴラスイッチな映画でしたね。設計図となるこのピタゴラ設計図となるプロットが本当に優れた作品でした。これはミステリー作家志望の人たちは、構成や伏線の勉強、ね、構成とかあと伏線の回収劇の勉強になるので、これ教材として鑑賞しておくことをね、ぜひおすすめしたいと思いますということで、なかなかねこれおすすめできる映画、面白かったですよ。話題な、ちょっとね当時話題になったみたいですけど、なるほど、これは話題になるでしょうね。面白かった。はい。そんなわけでね、先ほども、ちょっとね、動画、映像を出してるかどうかわかんないんですけど、12月10日ですよね。今日12月8日だからもう明後日か。明後日金曜日、僕の新刊、全裸デカチャーリーがね、発売されますので、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。世界初の股間ミステリーですよ。股間を使った殺人事件。ちょっと、なんじゃそりゃって話ですよね。まあ下ネタなんですけど、結構ね下ネタを芸術的にノーブルに描いたミステリーとなっていますので、ぜひ皆さん、単行本なんでね、1300円ぐらいしますけど、はい、よろしくお願い申し上げます。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。